皆さんおはようございます。桜井太斗です。本日はですね5月8日月曜日、長いゴールデンウィークが明けまして、本日ね出勤日なんですけれども、このゴールデンウィーク明けの出勤結構ね注意が必要なんですよ。というのはゴールデンウィーク中に移動した方々が、まあ、東京に戻ったりとかっていうこともあるので、いつもよりもですね混雑が予想されると、ということで本日は始発で東京に向かうというエピソードをお届けします。5月ゴールデンウィーク明けということで、もうね東京は春めいて、もうそろそろ夏が来るんじゃないかなっていう季節ですけれども、軽井沢はまだ朝晩とても寒いです。今日もですね、まあ、6時ちょっとに出てますけれども気温が8度ですね。8度ですからねでゴールデンウィークね氷点下に行くこともあったぐらいなので、まだまだ寒いんですけれども、頑張ってね行こうかなと思ってます。まあ、このねコートがね手放せないっていうのはあるんですが、まあとは言っても東京に行くとねこのコート必要ないぐらい暖かくなっているので、ドレスコードの調節がとても難しい、そんな5月の上旬です。まあ、結構西側からこう駅の方に向かっているんですけれども、かなり混むんですよ。特にこの狩宿交差点っていうところ、ここはですね、まあ、よく渋滞が起きるところ、まあ、この先ね分岐があるんで、渋滞が起きるんですけれども、まあ、朝ですともうほとんど渋滞を気にせずこの狩宿交差点を通り過ぎることができます。軽井沢の出勤なんですけれども、まあ、この6時台であればまあ大丈夫ですね。はい、で7時台8時台にかかるかなっていうぐらいのタイミングが、このね軽井沢町に出勤する方たくさんいらっしゃるんですよ。例えば軽井沢町役場の方、見てらっしゃるか分かんないですけども、軽井沢町役場の方も軽井沢町外の御代田町だったり、そういったところから来てる方もいらっしゃると。あとは工事現場の方々ですね、町外から当然資材をこちらに搬入してくる、まあ、そういった方々の、まあ、渋滞ラッシュっていうのがねこう8時ちょっと前、まあ、7時そうだな45分ぐらいからかな、もう始まっているので、まあ、ですのでこう7時半以降にこの駅に向かおうというタイミングの車はですね、まあ、間違いなく渋滞に巻き込まれるかなという、まあ、そんな感じですね。軽井沢駅大体10分ぐらい前にね到着しました。本日はですね始発なんですけれども、軽井沢からの通勤気をつけなければタイミングいくつかあります。まあ一つはねこのゴールデンウィーク明けなんですけれども、このゴールデンウィーク以外にもお盆休み、それからシルバーウィーク、そして年末年始、このぐらいかな。まああとはね学校休みになるような、春休み夏休み冬休みのタイミング、このあたりはですね結構こう通勤とですね旅行客が被ってしまうタイミングがあるので、まあ基本的には朝こちらから東京に行くと、逆方向なんで、まあ、人生ね逆張り人生逆張りなんですけれども、まあ、たまにですねこう逆張りができないことがあるので、そういったタイミングではこう始発で行ったりすることもあります。駅構内に入ったんでマスクをつけました。今ですね時刻が見るかな6時30分で始発が6時34分なので、まあこのぐらいなら余裕を持って撮影もできるという感じになってます。ちょうどですねチャイムが鳴って新幹線がもうすぐ来る感じですね。
時刻がですね、6時34分この始発で行ってきます。7時40分の着ですね。7時40分東京駅。ただ金融機関の方々もまだ出勤していない人の方が多いんじゃないかな、そんなね時間帯ですけれども、ここから今新宿駅に向かって行きます。中央線のホーム、まあね、こんな感じですね。7時47分東京駅発の電車です。新宿駅に到着しました。今時刻はですね、8時1分ですね。ギリギリ8時を過ぎてしまいましたけれども、結構もう人いらっしゃいますね。8時の出勤多い皆さんね、朝早くからお疲れ様ですという感じですけれども、ここからですね、新入り改札を通りまして会社の方に出社していきます。何時に席に着くのか。11番線高島屋タイムズスクエアとペンギンです。新宿駅ね、8時、今4分になりましたけれども、ちょっと今日撮影しながらなんで多少のロスタイムはあるんですけれども、8時4分にここ出まして会社に向かってます。この通りはですね、結構人を映り込んじゃうんでこっち側で撮りますけれども、こんな感じかな。はい、今ね8時5分ぐらいかな。はい、出勤もうちょっとで、ね、オフィス着きますけれども、まあ思ったのは今日はそんなにドレスコード浮いてないですね。はい、まだ半袖の人は少ないですし、皆さんねコートとか薄いコートを羽織っているような感じなんで、それであればこのね、レザージャケット着てますけども大丈夫ということで、東京で浮かない、よかった。こう長野県から来るとね、田舎者なんで、思い出話としては雪の日長靴出勤あったんですけども、そこまでは行かないのでいいかなという感じです。
はい、本日はですね、軽井沢駅から始発で新幹線通勤という動画をお届けしましたけれども、いかがでしたでしょうか。そしてですね、東京に着いて、オフィスに来て8時13分の到着でしたね。まあ、誰も人がいない。今ね、ちょっとマスクを外して喋れるぐらい誰もいないところで一人で YouTube を撮っているという、まあ、よくわかんない社員なんですけれども、軽井沢駅を、ね、出たのが6時34分でしたけれども、もうね、空が十分明るくなってきたので、まあ、この季節の新幹線通勤で唯一気をつけることがあるとすると、ドレスコード、このあたりかなという感じです。最後までね、動画見ていただきどうもありがとうございました。いいねと思ったらぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。またですね、当チャンネルの運営に支援いただける方はスーパーサンクスで、応援激励お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。